元島の組真島五郎が18人殺しの冴島大河の兄弟分<笑>お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。 頭大津の阿波野ってもんだ。かぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で 堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのはなんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。 時代に合ってねえってだけのことだ。本気でそない思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどない。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな 熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえ戯言だ。そいつはあさってるうちに俺の背中に背負った罪を えらく言わせちまった。もともと俺は人を殴るのは好きでな、相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのは好きだから殴った。根っからの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな。 金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのは楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねん。 お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のためにもう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間もあとからまとめてあの世に送ってるわ。
真单纯，是，我呀，我呀，
ったと。